パコ駅はフィリピン国鉄南方方線の駅。マニラ首都圏のパコにあり、霧の通りに面した一番南の駅で、これ以南はセルフィオオスメニャ高速道路に沿って曲がっている。元々の建物はアメリカ統治下時代の1915年にプラザデラオの向かい側に建てられた。しかし、 この建物は1996年に隣接地にショッピングモールを建設し始めた業者によって一部取り壊された。モール建設の中止によって解体は完了せず、外観はそのまま現在まで残った。2009年、旧駅は新しい駅とともにキリノ通りとペドロヒレ通りの交差点近くに移動せしめられた。2015年、フィリピン運輸通信省は、 旧パコ駅駅舎の修繕保存計画を開始した。遺産保護協会を含め保護活動家も、この計画を指示した。パコ駅の前の駅は、パンダカン地区のパンダカン駅、次の駅は、サンアンドレスブキッド地区のサンアンドレス駅である。LRT-1 号線の駅は遠いが、ペドロジル通りを進めば、ペドロヒル駅、霧の通りを進めば、霧の駅がある。 駅外館サンタメサからビナカヤンやカビテ市のカビテ駅へ向かう旧カビテ線の一部としてサンタメサパコ間のマニラベルトラインが1908年3月25日に開業したその後現在の南方本線であるレガスピ港の路線やナイク方面ナイク駅の分岐線ナイク線が建設されている駅建設は1912年に始まり1915年に 観光した。第二次大戦中の米軍のフィリピン奪回に伴うマニラの戦いにおいてパコ地区は日米両軍の激戦区となった。1945年2月7日、米軍第149不評連隊は在フィリピンのコモンウェルス陸軍と共にパシグ川を溶かし、パンダ間及びパコの郊外に到達した。駅を防衛する三百人の日本兵との間で激しい戦闘となり、 連合軍が遭遇した都市での最初の強い抵抗であった。記録によれば、日本、兵は、鉄道駅周辺中にマシンガンポストを配置しており、それぞれのマシンガンポストを小銃兵のいる号が囲んでいた。それぞれの角に2 0ト、mm、ル砲が配置された土納の,の陣地が築かれていた。建物内の一基の大きいコンクリート塔地下には3 7ト、mm、ル砲が配置されていた。 とされる。二日間にわたる戦闘で、連合軍は、この戦闘に勝利したが、日本軍を相当し、戦闘が終結するまでに335人のアメリカ人と417人のフィリピン人が命を失った。パコの戦いで、メキシコ系で、技術軍装のクレと、ロドリゲス、アメリカ先住民の上等兵のジョン・エヌリース・ジュニアの二人に、 名誉勲章が授与されており、第149不評連隊と共に、パンダ艦とパコの攻撃に、主要な役割を果たした第148不評連隊と、第37不評師団の B 中隊の兵であった。駅近隣には、プラザデラオ、パコ市場、サンフェルナンドデリラオ教会、パコカトリック学校、コレヒオデラインマクラダカンセピシンデラカンコーディアなどがある。プラザデラオには、 キリシタン、大名鉱山ウコンの検証費が建てられている。メトロマニラスカイウェイの第三航空が新旧駅の前を通っている。ありがとうございます。